おはようございます。めっちゃ寝てました。夜7時です。はい、ということで濃姫までやってまいりましたが、今回はディロットを使っていきます。ドラムのキャラクターですね。で、ディロットでミッキーフレンズアシストの、エイルに、これがミクちゃんね。で、エレメイおじいちゃんが暴圧空気玉でウルム、で、メノア、こいつバケモンですね。メノアが、ファガンですね。で、レギンレイブが、ピオーナンタランタラネレの武器ね。で、ナイトメアがリフレッシュトークでバレリア、学園バレリアの武器となっております。操作時間が8秒で固定されてますので、まあ、良くも悪くも、縮みはしないですよっていう感じ。はい。で、ここまで使ってみて、結構、売られ替え負けてるんですよ。まあ、最高で、ああ、そう、ラードラのあれ耐えれねえんだよなって思いながら来てるんですけど、やっぱ H18 にした方がいいかな。ラードラのね、攻撃力が上がった状態の攻撃を受けきれないので、ちょっとどうしようか問題がすごい。で、あと2ターンなんで、ちょっと耐久しなきゃいけない。これで何コンボしてるかわからんけど。OK、9コンボできてる、10コンボ、これ、おぉ、BGM 上がったわ、自分のヘッドホンの音量。OK。で、ここを潜在玉ドラは V プラスナイトメアのスキルを打って突破する。左が欲しい。左は多分落ちない。この辺のスキルもさっさと使った方がいいな。2ターンで使えるスキルなんで、どっか使うタイミングがあれば使っていきたいんだけど、属性吸収はまあ頑張れるやかな。これヨシコかな。これヨシコでいけるかな。これ打っとこうかな。どうしようかな。あーでも、メノアがやべえか、これ。ですね。とりあえず、これで、突破するね。闇全然降ってこないけどね。あんだけ落ち込んきて闇1個しか残ってない。14は潜伏攻撃あるっけ。はい、ありました。リダチェンは効かない。で、ここもワンパンは突破でできると思うから、先制攻撃がちょっと回復できてないから怖え。はい、OK。15回、はいはい、潜伏攻撃ないね、君は。回復できる、しかも回復できると。これは神引きかました。で、こいつ攻撃タイプだと思う。予想は攻撃体力。はい、攻撃体力完璧。攻撃体力ということは、はい、ダブルキラーが刺さっていく。これはこういう敵に対してはかなり火力が出せるんですよ。はい、じゃあここで闇になったら突破するっていう形でね。ああ、ちょっと間違えたけど。まあいいよ。闇2セットあったから、これいけるっしょ。はい、オッケー。よし、とりあえず順調にここまでやってまいりました。16回、ノブちゃんは操作時間短縮効かない。無効貫通、7コンボがちゃんとできれば問題ないわ、こいつは。待って、なんかドロップ変わるやん、ここ。ドロップ変わるやん。オッケー、多分いけると思うよ。無効貫通力次第のところあるけど。よし、オッケー。とりあえず、ノブちゃん突破したい。危ねえ、どっちだ。ブラか。ブラブラはまあ、メノアがワンパンしてくれるんで、50%。おい、おい、50% にしろよ、お前よ。いて。あ、どうする。50% だったら何の迷いもなくいけるんだけど。さあ、どうだ。まあ、メノアがワンパンは問題、OK、回復落ち来ないっす。OK! 神タイプはマジで問題ない。うわぁ、外れ。外れ。完全に外れ。悪魔体力。これでどんだけ削れるよ。2セットで。うわぁ、きっつい。それはきっついぜ。きついなぁ、これ。これきついで。はい、エレメ打ちます。で、ワンパンがいけるかな。これどうだ。ワンパンいけるか。これ闇の落ち込んが1セットぐらいは降ってきてほしい。あー、落ち込んがまあまあ降ってきたね。どうだ、際どいぞこれ。よーし、あっぶねー。いや、あの落ち込んなかったら絶対止まってた途中で。よっしゃ、おでたら、おーい。リアルライン来ないで。しかも今の相方さんからのラインだったわ。これね、実はちゃんとこの場面のためにちょうどよく貯めてるからね。最高でしょ。雨より最強でしたか。
で、これ神キラーとつってるからいけるかな、エンハンスかけなくても。でもそっか、覚醒無効は解除できねえ。やべ、覚醒無効は解除できねえわ。あー、そっか、覚醒無効状態じゃないからきっつ。それは回復させろ、回復させてくれ、頼む、回復させて、回復させろよ。はい、盛り上がってきましたよ、 NO ヤクブあー、盛り上がってきました、はい、 NO ヤクブいや、めっちゃ好きだわ。ということで、盛り上がってまいりました。もうこのピアティで、このピアティでね、勝てたらもうパズドラザ神ゲーだって認めるわ。もうマジ大変だったからマジ大変なんだけど、この編成本当にやばい。俺の組み方が悪いんかな、編成の。シンプルに強くないんじゃないかなって思い始める。いけるでしょ。いや、神キラーだってお前、神キラーだってお前よ。はい、強い。ラードラ来てもあれ受けれるダメージにしてやっから、してやっからよ。今回ラードラ来てもしてやってらっしゃい。これエンハンスなしで光削り切れると思います。あると思います、あると思います。これさ、使う、まあいっか、あると思います。リフレッシュトーク打つ意味はあんまりないと思います。エレメは打ちません。これさ、2個生成で打ちたかった感はあるけど、10そんなにだったと思うよ。ただちょっとシンプルにない、闇が個数なさすぎてねっていう。ちょっといろいろ繋がってるにだ。でも8コンボやったから、これもしかして8コンボでも、あー、全回復は絶対必須なんで、リフレッシュトーク打っときます。闇2セットあれ、もうこの時点で闇2セットあれ、神です。そういうことです、パズドラは神ゲーなんです。で、ちょっとただ組はづらい、組づらいは組づらい。ちょ待って、これ個数足りてる、あぶねー、これいけるかな、全部ドロキョウだけど。いいよ、無理だ。無理か。もう一回だな。もう一回やったらいけるな。もう一回やったら。またね、ないんよね、闇が。またないのよ、闇が。一旦回復に専念してもいいかもしれん。回復しといて、で、次のターンのあれ打ってから突破っていうのもありよ。ちょっと一旦置きます。置きます、置きます、置きます。置くことによって、盤面整えれるんで。盤面整えれるんで。はい、これだったら、さすが、しかもロックしてくれた。ありがてえ。ロックはお前、アホだよ。いや、ロックはもう味方なんでね。これで、これでいったっしょ。これでとりあえず半分いけると思います。半分いけると思います。はい、エンハンスなし。しかも、攻撃力 75% カットだかな、これ。で、ここで取り戻すからね。はい、耐える。で、エレメ打って闇ロックする。で、まあ、これも打っとくね、一応。落ち込んないけど。あとは、ちゃんと私が決めることができれば、何の問題もございません、と。あー、ちょっと持っていかれたんだけど、まあ、8コンボあるね。よーし、これは絶対行く、メノアが絶対やれる。よーし、勝ったー勝った2だー、神ゲーだ、バズトラー、お前は神だ。よーし、やっと勝てた。マジ大変だったから、本当にリーダーで使うことはお勧めしない。もう使うんならサブで使ってくださいって感じ。キラーがもうサブカル要因メインのキャラには刺さんないから、とにかくサブで出てくる、例えばクロネとか、あの辺の敵には攻撃回復タイプとか、あの辺で刺さりやすいんで、そこら辺の敵は抜いてくれるかなっていう感じです。まあサブにいたらたまに便利ぐらいの感想かな。メノアが強かった。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。